フットボールファンの皆さん、お待たせいたしました。そろそろ試合が始まります。キックオフ、レアル4バックで来ましたね。いいんじゃないですか。シャビアロンソ、これはオフサイドではない。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。まずは右サイドから行きましたが、つながっていきません。強い、ここはディフェンスされました。いい守りを見せました。当たります。ぴったり来た。いくか。ここはあまり持たせすぎるとダメでしょ。さあいけるか。さあ固まっている。ここは一難逃れます。一旦はたく。ここは阻まれました。真ん中から上がっていく。さあ中から行きます。スライディング、固い守りです。アルシャビン、どうするチェック。サイドへ出した。ここで激しい。では結局このボールを奪いました。いいプレッシャーだ。ディフェンスの網の中。サニア、前半も15分が過ぎました。コントロール前線へ、チェックに行く。中にいる選手が少ないぞ。シュート、ゴール。レアル、素晴らしい先制点。まずは1点先行しています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。体を入れます。いとも簡単に奪われてしまいます。クリスティアーノ・ロナウド、右上がっていく走りを演出。エリアの右、突破できるか、シュートまでいけるか。おっと、シュート、行くか。ここは精一杯クリアします。ちょっと当てる選手が少ないか。ここで激しいシュート、ポスト左をかすめていきました。レアル現在1点差をつけています。しかしよくボールも回せていますね。本当ですよね。そういった面ではミスらしいミスないですからね。いいですね。そうですね。北澤さん、はい、レアル得点してからはいかがでしょう。多少落ち着いた展開になってますけどもね、ここら辺で1点欲しいところでしょうね。なるほど。チェック、取り返した。クリスティアーノ・ロナウド、時計は30分を過ぎています。ボールアウト。レア今のところ1点リード。
だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、はい、運動量も増えてきましたよね。追いかけるサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。中にいなかったんですよね。右側チェック、この上がりいいですよ。自分で行く、いい位置でスローインになりました。どうする、右にボールが出てきた。さあ行けるか、長いボール前線へ。しかし追いかけるロシツキ、キープ力を持っている。センターフォア、ベンゼマディフェンスに合います。では今のところ順調に試合を運んでいるように見えますが、どうでしょう。そうですね、まだ流れは変わってない気がしますね。気持ちの上では余裕はあるんでしょうかね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。まあ通ればですけど、素晴らしいボール入れてきますよね。ではここからの攻撃になります。一人で上がっていく、一人で持っていく、シュート、手で弾いた。さあこのクリアボール、ボールが渡って、果敢なディフェンス、チェック、アーゼ、ここはしっかりと守りました。おっとこれピンポイントだ、いくか。中の動き素晴らしいですね。あっとこれはファウルだ、 PK になった。アーゼガビ、ここで PK を奪われました。やっちゃいましたね。さあどこへ蹴る、きっちりと決めてきました。いやでも本当にいいところを取りましたね。ここで流れをつかみたい。左、右へ展開して、そしてすでにボールはここにあります。これはオフサイドではない。細かいボールの奪い合い、クリアが小さい、後ろからチェック。おっとここで前半終了のホイッスル。いやこの2点目はね、このまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが後半キックオフです。ディアビ、ワンタッチ、戻して、ここでリターン、いいプレーですね。右サイドチェック、ペドロ・レオン、ここで受ける、ここはディフェンスされました。アーゼク、ここからの攻撃になります。インサイド上がっていく、ペドロ・レオン中盤担当、ちょっと合いません。アプローチ、さあワンタッチでかわしていく、左サイド駆け上がっていく、抜けてくるか、いい守りです。まだチャンスは続きそうです。さあ左へ出してきた、チェックを受ける、通らない。アーゼ、結局はボールを奪われました。ここは阻まれました。ここで選手の交代があるようです。ベルマーレ、アプローチ、強い、抜けてきます、正面だ、さあシュート、さあ固まっている、ペドロ・レオン、この後ですね、前にいる、おっと危ないところでファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。このキックはアウトです。いやしかしもったいない。しかしこれは合いません。
セロ。大事なところ。さあ、いけるか。ゴールだ。いや、詰まってますよ。このシュート、キーパーいい判断でしたね。そうですよね。これは長すぎました。奪います。レアル現在2点差をつけています。今日は1人で持っていくケースが多いようですね。そうですね。レアルとしてはね、ポイントとしてはそれがうまくはまっていますよね。その方が見応えもありますからね。そうですね。ああ、脇の左。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね。完全に身動き取れなくなってしまうところでしたね。ここで選手の交代があります。自分たちのリズムに持っていきたい。チェックに行く。おっと、ここでファールです。離れていってしまいましたね。ここで選手交代。おっと、際どいボール、そのまま狙ってきました。いや、相手にとっては助かりましたね。オープンスペース、時間は後半30分を経過しました。ウォルコット、非常にスピードがある選手。さあ、オフサイドはない。さあ、シュート、ゴールキックとなります。マルセロ、安定した攻めを見せています。開きますよ。スライディング、シュート、これはわずかに左でした。さっきの攻撃でさらに離されると、これはもう致命的ということになります。そうですね。決められるととどめを刺されると言ってもおかしくないですからね。前線には誰が張っているのか。よく守っている。レアルとしてはね、いい守りを見せたと思いますよ。中央へボールが出てきた。ここで笛です。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。壁に当たった。ここで激しいボールは戻り、アプローチしていく。右からのチャンスになる。シュート、思い切っていってきましたね。いや、外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。アーゼがペースをつかみたい。バンペルシー、アディショナルタイムは2分という表示。流れをつかめるか。アプローチ、ソングビロング、また返した。意地を見せるか。行くか。中央にいる。この残り時間で意地を見せられるか。強い、上げてくる。いいボールだ。クリアしました。ここは戻ったディフェンス陣にしっかりと守られた形になりました。これはファールの判定。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。意地を見せるか。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。あっと、ここで終了の笛です。レアル見事勝利を収めました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、レアルとしてはね、本当にね、状況をよく読んだ試合ができたと思いますよ。音楽通りといった感じじゃないでしょうかね。全体の調子も良さそうですね。そうですね。
では本日の試合内容を振り返ってみます。前半17分、クリスティアーノ・ロナウド素晴らしいミドルシュートでゴールを決めました。あの場面が勝負の分かれ目でした。はい、シュートに入る前のことなんですけど、慎重なボールキープから全体を見渡す時間がありましたし、またそこからうまくパスを通しましたよね。いい形でした。それから前半45分、ああこのシーンです。はい、これですね。クリスティアーノ・ロナウドペナルティーキックを落ち着いて決めました。追加点を入れた場面です。そうでしたね。決めて当然の場面ではあるんですけど、こういう PK を引き寄せられるということも重要なポイントではありますよ。さあそして、今度は試合データです。レアルシュート数でも上回っていますね。はい、チーム全体での、ね、ゴールへの執着心が見受けられますよね。そういったものが勝利へつながったんじゃないでしょうかね。本日の結果は2対0、レアル勝利をものにしました。解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。皆さんまたお会いしましょう。